最後は滋賀県草津市よりフルーレット。19歳
というとちょっと硬いかもしれません、はい、でも、はい、私たち今日は皆さんと一緒に楽しみたくてここに来ました。はい、最後まで一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。
と元気ちゃん全然大丈夫やん、まあ、おばあちゃん帰っちゃったんですけど、はい、そんなおばあちゃんの考え方は私たちも素敵だなと思って、今回チミヤゲ紹介にこのサラダパンを選ばせていただきました。本当に何もできないんですけど、はい、この9人集まって皆さんに笑顔と元気を届けようと今でこうやって活動させていただいてます。皆さんも滋賀県に来た時はぜひサラダパン見つけて食べてみてください。お願いします。はい、そして私たちこのサラダパンと準決勝に紹介した赤こんにゃくの他にも滋賀県にはいっぱいいろんな珍土産があるので、ぜひ皆さん発見してみてください。はい、ルーレットの珍味揚げコーナーでした。ありがとうございました。はい、次の曲はサラダパンか前回紹介した赤こんにゃくかどっちも選べないっていう、そんな乙女心を歌った曲です。それでは聴いてください。珍医療のどうしたさい、お願いパティシエ。
私たちの応援歌となっていて、はい、日頃何かを頑張っている皆さんに向けてエールを送る曲です。で、その曲中に私たちと一緒にやってほしい振り付けがあるんですけど、はい、やってくれますか。イエーイ。後ろで金子さんも後ろもね、後ろも後ろも他のアイドルファンの方も一緒にお願いします。なんでもいいからみんなと一つになりたい、はい、なので、はい、前横前横 OK 前横、はい、それだけです。それだけです。皆さんと一緒に一つになれる曲です、はい、なので、ね、上の方もそちらの端っこの方ももちろん真ん中の方も真ん中みんなでこの会場を一つにしませんか。
ございました。さあ、それではお客さんのポイントを測りたいと思いますので、皆さんは声出さないで、そして音かけないでお願いします。開けてください。拍手だけですからね。いきますよ。それでは行きましょう。フルーレットパフォーマンス良かったと思う人。すごい盛り上がってもらいましたけども、ありがとうございます。俺サラダパン、俺めっちゃ食べたかったよ。あれあれ、あとでちょうだい、一個ちょうだい。給食とかでも出んので、どういう感じなの、買い食いするよというか、なんていうの、学生の時によく買い食い、おやつ代わりに家とかで出るやつなんや。まあそうなん、あ、滋賀県の中でもここだけっていう感じではないの。あ、でも違うよ、絶対お土産とかにも買うのね。そうだっていう、滋賀県の位置、大きいスーパーがあるので、そこには置いてるんや。置いてないです。なるほど。いやでもおばあちゃんがまさか時空を超えてやってくれるとは僕も思ってなかったので。おばあちゃんどこ行った？なんかね、結構これをなんかまずそのみんな連れてくるじゃないですか、本当の人を、ストレージャーみんなと被るなと思って。おばあちゃん、本当の人じゃないんですか？違います。おばあちゃんと思って、おばあちゃんと思ってたわ。でも結構あれですか、練習もあの決勝になる出るってなって、準決勝から決勝までの間だいぶ練習時間増やしたりしました？はい、夏休み中なので、ほぼ毎日メンバーと会うんですよ。なるほど。はい、一緒に頑張ってました、いや大所帯やから練習するのも大変だろうなと思いながら見てたんでございますけども、はい、じゃあ聞きましょう。優勝する自信はどうですか？いや本当に、あのもう気持ちがいっぱいでどうしたか分からないんですけど、私たちは、自分たちの全力をこの場で全部出しました、なので、あとは結果はその分ついてくると思います。そこまでしか言いません。あとはもう自分たちで全部やった、やりきったから、あとは任せるって感じだね。分かりました。それでは結果を待っていただきたいと思います。本日最後の組でございました。滋賀県北津市フルーレットです。本当に拍手をお願いします。これで4組全てが終了でございます。ありがとうございます。はい、ではでは、ありがとうございました。正直これ審査めちゃくちゃ難しいんちゃうかな。